これは数年前に私自身が体験した不思議な出来事ですその日私は仕事関係の会議に出席するため自分の車で会議場まで行きましたやがて長い会議が終了ようやく帰宅できるようになったのは深夜のことです 会議のあった場所から自宅まで帰るには、途中、山間部にある何やら不気味な古いトンネルを通らなければなりません。すでに深夜の1時から2時頃の時間帯だったと思います。山間部の道路に車はほとんど走っていません。もちろんどこにも人影などはありません。ところが、 その古いトンネルに入ってすぐに、なんと腰の曲がった老人が、橋の方を歩いていることに気づいたのです。こんな時間にこんなところをと驚きながら、私はちらちらと横目で、その腰の曲がった老人の姿を眺めながら、なるべくゆっくりとその脇を通り過ぎようとしました。 しかし、老人を追い抜こうとした瞬間でした。まさにすれ違いざまに、一瞬その老人と私の目が、ピタッと、あったのでした。すると、なんと次の瞬間、その老人の上半身が突然、ぐにゃりと大きく曲がったのです。胸が膝にぴったりとくっつき、 手がだらりと地面についています。それはまるで立ったまま腰から半分にポッキリと折れてしまったかのようでした。あまりの突然の出来事にびっくりした私は思わず急ブレーキをかけていました。そして慌ててバックミラーで老人の姿を探したのですが、なぜかどこにもあの老人の姿がありません。 そんなはずはないと思い切って窓を開けて車から顔を出し辺りをくまなく見回しましたがやはりどこにも老人はいませんまるで一瞬のうちに煙のように消えてしまったかのようですさすがに車から降りて老人を探す気にはなれませんでした私は大急ぎで車をスタートさせ帰路を急ぎました 前方だけを見つめて運転しながら、ふと気がつけば、いつの間にか私の全身は、ぐっしょりと冷たい汗で濡れています。そんなことがあった次の日のことです。突然、私の腰が痛み始めました。おそらくただの筋肉痛だろうと思い、しばらく様子を見ることにしたのですが、 時間が経つにつれ痛みはひどくなるばかりです結局そのうちどうにも我慢できなくなって病院に行きましたするとなんと背骨の一部分が骨折していると担当医に言われてしまったのです私自身骨折などという大けがをするような原因に思い当たることはなく 診察してくれた医師も首をひねるばかりでした。それから数ヶ月間、私は腰回りにギプスをはめられたまま、まともに仕事もできずに、かなり不自由な生活を強いられることになってしまいました。まさかとは思いながらも、私にはどうしても簡単に打ち消してしまえない疑問が、今も残っています。 私の背骨の骨折と、あのトンネルで見た腰の折れた老人とは、何か関係があるのでしょうか。